こんばんは、アトリエボアの栗山幸子です。今日もですね、夜中に撮っております。見えますかね、1時17分だって。いろいろしてたらこんな時間になってしまいまして、で、忘れてたと思って、明日朝ね、お届けするアジサイの水揚げをこれからしたいと思います。アジサイの水揚げは去年確か同じような内容の動画を撮影してるんですけれど、まあその後ご登録いただいた方が半数以上だと思うのでもう一度ですね、今の時期咲きたてのアジサイですね、これとかまだつぼみ、青いつぼみですね、こういう淡いパステルカラーのアジサイ、咲きたてほやほやの時期のアジサイの水揚げについて、いい方法をご紹介したいと思います。そうですね、で、わかるかな、結構もう塩塩っとしおれかけてるんですよね。これこういう時期の、咲いて間もないアジサイっていうのは本当に淡い色ですごく透明感があって綺麗なんですけれど、これが持ちにくい、茎を切って水につけておくだけだとすぐ1日経たずしおれてしまうこともあるし、火が当たる、直射日光が当たったりするともう適面にですね、しなしなっと弱ってしまうんですよ。なのでそれを丈夫にする意味もありますね。これがちゃんと開いて長持ちする方法があります。ではではやっていきましょう。で、使うものがこれです。ミョウバン、これ去年撮った動画と同じやつ、そんな使わないですからねスーパーのお漬物コーナーとか、お漬物コーナーとかあるのかな、ナスの、ナス漬けの色止め、ナス漬けの色止めとか、レンコンごぼうのアク抜きとかに使うらしいです。塩とか砂糖とかそのあたりを探してもらったら、ミョウバンがあると思います。これを使います。それでは実演をしましょう。このお皿に入ってるこの白い粉っていうとちょっと怪しそうだけど、これがミョウバンです。焼きミョウバン、これですね。このしおれかけてきたアジサイの茎をですね、茎をなるべく斜めに切ります。本当はね、ナイフがあるといいんですけど、ちょっと今手元にないのでハサミで断面をなるべく鋭角にして、そこからもう一回割って、こんな感じに断面を長く、なるべく長くします。そうするとこの茎の中に白い綿が入ってます。この白い綿をハサミでシュッシュッと削いであげると、中の綿が取れてくれます。シュッシュッと、まあそんなに念入りにしなくていいけど、こんな感じで空洞を作ります。そしてここの断面にミョウバンをすり込みます。押さえつけるような感じで、入れ込みますね。こんな感じかな元に戻ったみたいになったけど中をミョウバンに入れ替えましたって感じですね。で、水に入れるだけ。
簡単ですよね。これが明日の朝にはピンと元気になってます。そして長持ちするアジサイに生まれ変わってくれるので、結構ですね、去年動画に出して実践してくださった方からすごく長持ちしましたっていうお声をいただいたので、実証済みということでぜひぜひやってみてください。これからしばらくですね、こういう淡い色のアジサイは出てきますので、これとかもほぼつぼみですよね。こういうのは本当にすぐくたっとね、元気がなくなるので、この処理をするとしないとでは全然変わってくると思います。本当今の時期もう出始めのアジサイっていうのは本当に繊細なので、まずドライフラワーとかにはならないですアジサイって結構最近はドライフラワーのイメージがあられる方も多いと思うんですけど、ドライになるアジサイはだいたいそうですね、7月末ぐらい、もう咲き切って立ち枯れる手前ぐらい、それぐらいになると花びらの水分量が抜けてですね、丈夫になってますので、もう水につけとかなくてもそのまんま乾いてくれるような状態になるんですけれども、こういうね淡い色のパステルカラーの時はまず無理ですね。しなしなっと縮んじゃいます。はい、終了簡単です。ではでは、明日元気になった映像を撮ってアップしようかなと思います。頑張れ。はい、おはようございます。昨日のアジサイこんな感じで元気になっております。でパリッとなりました。ピント合ってるかな。つぼみもこんな感じですね。私の顔が入るとあれ。はい、ではお届けに行ってきたいと思います。ではでは。さっきのはちょっとなんかピンってしてたから。